じゃん。これは何かな？同じものが2つあって、これをこうやって重ねると1つになる。この組み合わせをしていこうかな。じゃあこれはキャベツ。キャベツはもう1つあったね。これだよ。これをこうやって合わせてあげて、これで1個のキャベツになったね。今度はこれにしようかな。これは種がたくさん入ってるね。これはトマト。トマトだよ。赤いセットはこれかな。これこっちにも種がたくさん入っていたね。これをこうやって合わせてあげると1個のトマトになったよ。それじゃあこれはコーンだね。コーンはこれかな。これこの上のところと下のところをこうやって合わせると一つのコーンになったよ。そしてこれ面白い形だよね。これはキノコだよ。キノコはどこにあるかな。これここだね。ここをこうやって合わせてあげて、そうすると一個のキノコになったよ。それからこれは何かな。あ、デコボコしているじゃがいもだね。じゃがいもはどこにあるかな。これだね。こっちの方も結構デコボコしているよね。この平らな方をこうやって合わせてあげると、これで1個のじゃがいもが完成したよ。それからこれは何かな。これは人参だね。人参はこれだよ。これここをこうやって合わせてあげると1本の人参になったね。それからこれは何かな。これはナスだよ。ナスはこうやって真ん中を合わせてあげて、これで1個のナスになったよ。